ちらの研究室では音の情報処理の研究をされているそうです。少し中を覗いてみましょう。この研究室は、音情報処理といって音を扱っています。例えば、音量制御っていう、音を、処理することで、ある人には、この人とこの人には別の音が聞こえるっていうをやっています。また、音量聴覚といって、音の聞こえる方向とか位置とかについての、研究を行っています。また、音源分離といっていろんな楽器の音が混ざった中から一つの楽器を取り除くとかそういうことをやっています。それでは処理を加えたものを出します。別の曲が聞こえたと思うんですけど、こんな感じで音を制御することができますね。はい、もしよかったら研究に関する質問でもいいですし、大学生活においての質問でも受け付けますので、もしよかったら何か質問しますありますか。大学生大変ですか？いや、大変じゃないですか。楽しみます。そうですね。まあ、でも、やっぱ高校と違って、また、まあ、義務教育ではないですけど、高校生も、まあ、さらにこう、やっぱ親元を離れて自由になる部分があるので、まあ、結構、初めてのことが多いと思うんで、多分最初の方は試行錯誤しながらやっていくと思うんですけど、やっぱいろんな友達ができて、こういう社会の勉強ができたりっていう、結構いろいろ楽しいことがあるので、まあ、そういう面でもまあ大学生っていうのはいいんじゃないかなって感じます。ここでは画像計測の研究をされているそうです。どのような研究をされているのか、少し中を覗いてみましょう。こちらの研究室では何を研究されておりますか？こちらではですね、人間の両眼と同じようにステレオ計測を使ってターゲットの座標を高精度に計測するという研究をしています。はい、で、まあ、実験装置をいくつか見ていただきますと、はい、これはですね、カメラ 1,2,3,4 つのカメラがついています。この4つのカメラをこのようにコンパクトなところに設置することで、これで病院の中で人の動き、例えば老人の肩の動きとか、そういう動きを高精度に計測するという装置になっています。こちらもですね、ちょっとまあ珍しい、よく Google のストリートビューなんかに使われる全周囲のカメラですけども、こういうカメラを2台並べて、それでステレオ計測をしようという、そういう実験装置になっています。説明ありがとうございました。どうもありがとうございました。希望の学部学科をお聞かせください。工学部の電気電子工学科です。工学部の電気電子工学科です。本日のオープンキャンパスに参加してみようと思ったきっかけは何ですか？資材はレベルが高くて、それで電気とかそういうのを将来やってみたいと思ったからです。ありがとうございます。じゃあ本日のオープンキャンパスに参加しての感想などをお聞かせください。大学生とかが研究しているの見て、機械とかすごい充実してて、行ってみたいなと思いました。ありがとうございました。